こんにちは、ナオです。今回はこちら、クレオスから新しく発売されたガンダムマーカー2種類ゴールドですね。こちらをレビューしていきたいと思います。はい、今回発売されたのは正式名称でいうとガンダムマーカー EX ホワイトゴールドですね。はい、それとガンダムマーカー EX イエローゴールド、価格は300円ですね。なんか EX シリーズっていうとお高いイメージがあったんですが、300円だとまあ結構手出しやすいかなっていう感じはしますね。ガンダムマーカーのゴールドだと、まあ以前はこんな感じ、ガンダムレッドゴールド、あとはまあこれは正式にはゴールドじゃないけどメタリックオレンジね、ちょっとゴールドっぽい雰囲気になるメタリック系のカラーなんですけど、はい、これともねちょっと比較していきたいと思います。まあ、EX と EX じゃないのの違いっていうのはあれかな、何が違うんだろうね。なんかちょっと調べてね、このここにここら辺に出しておきますんで、はい、よいしょっと、こっちね、もう一個。ガンダムマーカーはね、あれなんですよね。ラッカー系とか水性とかではなくて、アルコール系なんですよね。アルコール系。ここにね、書いてあるけど、アルコール系。なので、重ね塗りがね、ちょっとできないっていうのが残念なところなんですけどね。はい。あとね、以前やった時は、こう、塗った上に、こう、マスキングテープでマスキングして、テープを剥がしたら、ペロンと剥がれちゃう感じだったので、マスキングもできないと。なかなかねちょっと手ごわい感じではあるんですけど、いい点としてはその手軽さね、ペンだからそのまま直接塗ればいいだけなので、まあ、かなり手軽といえば手軽かな。ここすごいね、ここがすごくないですか。めっちゃピカピカしてる。あ、ちょっと蓋がどっちか分かんなくなるぞ。あ、大丈夫か。はい、大丈夫大丈夫。よかったよかった。まあ最初はどうやって使うの、これ。使用前にキャップをしたまま中のボールがよく動くまで振ってくださいって書いてありますね。こういう感じかな。はい、シャカシャカで、まあ2つ使うからね。よく振る、よく振るぜ。はい、何回振ればいいんだろう、わかんないけど。はい、キャップなしで振るとペンの先が抜ける場合があります。ペン先を下に向けて紙面で数回押すとインクが出てきます。ペンを傷めないように紙面と平行に押してくださいって書いてありますね。はい、紙がいるんかい。はい、ちょっと待ってね、よっこいしょ。はい、紙にね、ちょっとどうなのよ、出るのかな。はい、こういう感じですかね。よくありがちな感じですわね。ぎゅーっと押すと、あー出てきた。おお、いい感じですね。こういう感じ。なんかまあ、ありがちっちゃありがちですね。普通のこういうゴールド系のね、ペンにね。はい。ちょっとこっちも、やっちゃいましょう。はい、ぎゅーっと、ぎゅーっと押す。ぎゅーっと押すぜ。はい、ペンのね先は丸いですね。ちょっとあれかな、丸の先がちょっと切ってある感じかな、少しだけね。なので細かいところもちょっと塗りやすそうな感じではありますね。はい、じゃあ早速ちょっとこちら、まあね、色見本といえばスプーンですからね。はい、これね、なんかもう中華製でプラスチック破いたのに、ところなのにすでに傷が入ってるっていうね。これでちょっと食事はしたくないね。さてと、はい、ちょっと塗ってきますね。塗ってくぜ。反射してる感じもあるけどね、手でピューッとこうツツツツツーッと、まあ、平らな面があるから、その平らな面をこう塗って、あれですかね、当てて塗っていくのがやっぱいい感じかな。はい、こんなとこかな。はい、よいしょ。はい、いいでしょう、こんな感じですね。はい、ちょっと今塗ったのはイエローゴールドの方ね。はい、もう一個、さあホワイトゴールドもいっちゃおう。こっちはなんかスムーズな塗り心地、これ押しながらあれかな、ある程度こう出しながら、塗料出しながらね塗らないと色ムラになっちゃうかな。まあ、ペンだからね、まあ、ある程度ムラができるのはしょうがないかなと思いますね。これくらい広いところ、まあ、ちっちゃいパーツとかならねいいと思うんですけど、やっぱねちょっとペンでムラなしに塗るっていうのはなかなかねハードルが高いんじゃないかなと思いますね。ガンダムマーカーでムラなしで塗装できるという方コメントください。
はいと、こんな感じかな。濡れましたね。はいと、比較するとこんな感じ。こっちがイエローゴールドで、ね、こっちがホワイトゴールド。なかなかね、ちょっと良くないですか？色がね、ホワイトゴールドなんていうのは、ちょっとマスターグレードの100式バージョン 2.0 みたいな雰囲気を出してますね。かなりいい感じ。こっちはね、黄色が強い感じなんですが、まあイエローゴールドっていう名前だからね。こっちもね、ちょっと重厚感があって、なかなかいいですね。しかもね、なんかこう、ツヤがある。ピカピカするね。いいですね。なかなかいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということでね、次はね、まあ、比較あたり比較してみたいと思うところではあるんですが、さすがにね、ペンで塗ってるとね、ちょっと馴染んでる感じもあるけどね、やっぱちょっとムラがあるかな。あとで、まあ、重ね塗りできないはずなので、乾いた後にまたこう塗っちゃうとね、剥がれるんじゃないかと思うんだけど、まあちょっとね、あれですね。まあ次はこんなこっちですかね。新兵器ガンダムアーカーエアブラシシステムだ。まあね、皆さん持ってるかな。私が持ってるのはあれですね、エアブラシに装着できる安い方のタイプですね。 GMA02 っていうやつです。ここに直接エアブラシの先っちょをつけてコンプレッサーでね、拭くことができます。なのでこれでちょっとやってみたいと思うぜ。普段ね、こうやってこういう感じでエアブラシをね、使ってるやつがあるので、まあ、これを直接ここにつなげることができますね。これでね、まあ水抜きとかもね、これでできるんで、まあこれはあった方がいいですね。空気量の調整もここでできるし、はい。まあね、手元でできるっていうのは何かと便利ですね。はい。OK。さあ、これでまずはあれですね、ちょっとペンで塗ったのとこのガンダムアーカーエアブラシで塗ったのをどれくらい違うのかっていうのもね、ちょっと見てみたいですね。まずは今回のホワイトゴールドとイエローゴールドね、このガンダムアーカーでもちょっと塗ってみたいと思います。これがね、あ、そうだそうだ、今回はね、ちょっと特別に用意したこちらを使っていきたいと思います。はい、あーペン、ちょっと見えないね。ナオブスマイクロ、はい、こういう感じでね、はい、塗装ブースセットします。まね、大きいのとかねありますけれども、はい、ガンダムマーカーだったらこれでいいんじゃないかと、わかんないけどやってみましょうか。ナオブスマイクロ新発売。さあセットします。イエローゴールドからいくぜ。よく振ってガンダムマーカーエアブラシに接続。だいたいどうだろう、この色のところにつければいいのかな。この色のね、分かれ目あたりかな。まあ位置的にはこんな感じで、でこうね、ちゃんと空気がこの当たるようにしっかりとちょっと試し拭きしてみるよ。はい、出るね、バッチリ。ちょっと手で隠れて見えないから、出る。はい、 OK、 やっていくぜ。さささささ、おお、いいねいいねいいね。うん、ただね、ちょっと出が悪い。最初の一発は良かったけど、ちょっと空気量上げてみる。うん、フルフル出ない、よいしょ。ちょっとまあ、こんな感じで、あれですね、すぐに出なくなってきちゃうんで、まあ、乾くのかな、芯がね。まあ、こういう感じでちょっと押してあげて、で、さらに拭く。おー、いいじゃないか、なかなか。結構綺麗に拭けるね。うん。ちょっとブツブツがあるけど、まあ、馴染むかな、ちょっとしばらくすれば。はい、ちょっとこんな感じで、手がめっちゃゴールドやわ。手がめっちゃゴールド。はい。次ホワイトゴールド、よいしょっと、しまった、手袋はめるべきだった。よいしょ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 、はい、これはなんかたっぷり出てるような気がするけれども、ちょっとたっぷりめにね、つゆだくで出る感じでやるとうまくいくんじゃないかと思いますね。さあ、これも塗ってみるぜ。出ない、うん、出る出る。結構ね、近づけて塗ってあげないとダメかも。あ、こっちの方きれいに塗れたわ。はい、
おお、素晴らしい。いいですね。見てくださいよこれ、めっちゃピカピカしてる。これはすごいね、この光沢感いい感じ。さっきのイエローゴールドも、はい、めっちゃ光沢感あるわ、すごい。ペンで塗った感じのやつと比べてみると、まあこんな感じですね、はい、右側がガンダムマーカーエアブラシで、左側はそのままペンで塗ったやつですね。どうしても色ムラがね出てると思うんですが、まあ、ガンダムマーカーで塗ったら、まあこんな感じに綺麗にムラなしで塗れますね、はい、いいね。これはすごいピッカピカ、光沢がすごいね。イエローゴールドの方もこんな感じですね、はい、左がペンで塗った方で、右がガンダムマーカーで塗った感じになります、はい、ガンダムマーカーで塗ったイエローゴールドとホワイトゴールドの比較な感じですね。いや本当にこれはまさにマスターグレード100式バージョン 2.0 って感じ、すごい。いやいいわ、はい。とじゃあね、次はちょっと他の色も塗ってみますか。こっちね、すでに発売されてるこっちレッドゴールドかな、はい、これもちょっと塗ってみましょうか。悪くないんだよな、綺麗綺麗、はい、一気にも塗れちゃう、すごい。でさらにメタリックオレンジ、これもいってみよう。ちょっと強いかな。ちょっと強すぎたわ、ムラになっちゃった。あーダメだね、ちょっと変なムラになっちゃった。ちょっと塗り直そう。さあお願いします、撮影だぜ。これは空気読んで、2回塗り、まあ、重ね塗りできないとは言ってもあれだよね、エアブラシでやってるから重ね塗りにはなってるはずなんですよね、うん、まあこんなところかな、はい、下地もほぼ消えた感じでフィニッシュです、はい。どうですか、結構綺麗でしょこれね。オレンジだけど、まあゴールドに近い感じ、はい。じゃあちょっと比較してみましょうか。これがガンダムマーカーレッドゴールド、以前からあるやつですね。これがレッドゴールドで、今回発売されたイエローゴールドね。光沢感がねやっぱりね、ちょっとこっちの方が高いかな、あのクリア感がありますね。こっちはその塗料を吹いたまん吹きっぱなしっていう感じで、ツヤがあまりない感じなんですよね。でもまあしっとりとして質感は高い。まあだけどこっちの新しい EX の方はクリアを上から吹いたみたいな感じで透明感がある。結構綺麗な仕上がりですね。はい。でこっちも同じくホワイトゴールドね。これも同じような感じ。イエローゴールドと同じ感じですね。EX シリーズ新しいので、着方にもよるかもしれないけど、ちょっと透明感がある感じはしますね。やはりね。まあ、色味の比較とかはこんな感じですかね。赤、黄色、白、はい、でオレンジね、はい、とこんな感じになりますね。ゴールドも結構色味のね違いで、ね、違うもんだなっていうのは感じますね、はい。どうでしょうか、いいですね、はい。ということでスプーンへの塗装は心当たりにして、今回はここに用意してあるゼータヘッド、こちらをちょっとガンダムマーカーで塗装したいと思います。で今回ねやっぱりあのどっちで塗装しようかなと思ってたんですが、まあ両方で塗装できるのが本当は一番いいんだけど、私の好みで言うとこっちかな、ホワイトゴールドね。これでちょっとゼータを塗装してみたいと思います。じゃあやっていくぜ。
はい、というわけでゴールド百式ならぬゼータガンダム完成いたしました。はい、いかがでしょうか。ちょっとねサフが吹けなかったので傷がねいっぱい残ってるんですが、まあ色味をね見ていただければと思います。いかがでしょうか、この輝きね、素晴らしい。はい、今回はこのねホワイトゴールドでゼータを塗ってみました。右がイエローゴールドね。クレオスの新しいガンダムマーカーなかなかいいんじゃないかと思います。